名曲喫茶ランブルは東京都新宿区新宿3丁目にある喫茶店。店内でクラシック音楽を聴かせる名曲喫茶である。喫煙可能な1階、全席禁煙の地下1階と地下2階という3つのフロアで構成されており、地下部分は吹き抜けとなっている。もともとは音楽をじっくりと聴かせる営業形態であったが、現在ではコーヒーや軽食を提供し、 BGM として優先のクラシック音楽を流している。3000枚を超えるレコードを保管しているがそれらをかけることはなく、客からのリクエストも受け付けていない。過去には昼と夜にコンサートタイムが開催されており、レコード係が選んだ曲やその月の新譜から構成される1ヶ月分のメニューに基づき、解説とともに音楽がかけられていたが、2006年の 時点ではもう開催されていない。旅行好きの創業者の趣味により、客船のような内装となっている。内装の豪華さから、映画、ドラマ等の撮影場所としての打診を数多く受けているが、映像撮影で店を貸し切りにしてしまうと、久しぶりに店を訪れた客を迎えられないという理由で、写真撮影以外は断っている。なお、提供されるパフェは作るスタッフごとに、 盛り付けが違う。1950年に内地留学生であった、両薫庭が、新宿の中央通り商店街で創業した。太平洋戦争後、日本における、朝鮮人や台湾商民、中国人は GHQ によって、解放国民とされ、GHQ の横流れ品などを扱うことができたので、台湾人の両も、当時貴重だった LP を入手できた。偉大卒活。 クラシックファンであり、さらに、フランス語に堪能というインテリであったりは、他の台湾人が手を出したキャバレーやパチンコなどの商売を経営して、琥珀を意味するフランス語のランブリを天名とする名曲喫茶を開いた。1955年、現在地である新宿三丁目に移転した。1968年の新宿騒乱の際には、学生の逃げ込み場所として使われた。 1974年に改装をして現在の姿となるが、1955年当時の椅子やテーブルがそのまま用いられた。ありがとうございます。